レッツフリーライフ、どうもはるきです。2月24日木曜日7時3分でございます。今日ね、かなり稀に見るめちゃくちゃ忙しい日というか、朝から晩まですることが詰まっている日ですので、見てもらったら面白いかなということで、専門学生の忙しい日に密着していこうと思います。自由にやっていこう。本当に今起きました。今日は学校行って、その後、ブランドのサンプルを確認して、量産のゴーサインを出しに行くっていう、打ち合わせみたいなやつをしに行って、その後また学校に帰ってきて、卒業制作展覧会の受付をやるっていう、とりあえずそこまでが今現段階で決まっているタスクですんで、あと30分後ぐらいにはね、家を出なきゃいけないんで、とりあえず準備したいと思います。はい、というわけで身支度が終わりました。ちょっと今日あんまり髪の毛のセットうまくいきませんでしたね。7時43分なんで家を出たいと思います。昨日卒業制作展で最後の投稿だったんですけど、準備するものっていうか、俺は卒業制作で服作ったんだけど、その展示する服を忘れまして、今日朝一で持ってかなきゃいけなくなっちゃって、こんな朝早くから学校に行っています。とりあえず行きましょう。あ、めんどくせ。はい、1回目の学校の用事は一瞬で終わったんで、これから町田に向かいたいと思います。はい、町田に到着しました。今からね、その服作ってる工場に向かってサンプルを確認しに行きたいと思います。はい、というわけで工場に着きました。いや、もうね、乗り換えをほんとミスって、学校の最寄りから町田まで行く途中になんか東神奈川乗り換えだったんだけど、東神奈川着いて東神奈川から乗り換えたら学校戻っちゃって、ここで40分ロスするって意味わかんないことしたんですけど、無事着いたんで服のサンプルをチェックしていきたいと思います。で、これで OK サイン、ゴーサイン出して、今回作る量を作る量産の過程に入っていくって感じなんで、やっていきましょう。いや、俺も自分のデザインした服見るの初だから楽しみっすね。はい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 、ちょっと遠いかな。というわけで今回は T シャツ4型と4型か4色展開とフーディーが2色展開の6色展開なんですけど、じゃあまず T シャツから見ましょうか。はい、1着目、白ボディに青プリ。あー、いいじゃん、爽やかでめっちゃいい。あー、いいね。いいね。どうですか、どうですか。胸元のプリントこんな感じっすね。あー、いいね、思った通りできましたね。いいですね。はい、次はこちらは一応今回俺はブラックと呼んでるんですけども、ちょっとね、古着テイストなブラックのボディにこういうターコイズのカラーですね。あー、いいね、フロントこんな感じっすね。うん、いい感じいい感じ、今んとこいいぞ。で、こっから色物、オレンジとネイビーっすね。はい、まずオレンジ、よいしょ。あー、いい感じなんじゃない？これね、ちょっとね、ボディのカラーかなり明るくてね、発売多分3月とか4月になると思うんだけど、これからのね、夏のシーズンに着てもらいたいなっていう感じで、いい感じっすよね。胸元はこんな感じ。いいね。そして、ネイビーっすね。はい。このネイビーがね、俺今回で実は一番気に入ってるカラーリングっすね。あ、いいね。これもさ、データ上では色味良かったけど、実際どうかなと思ってて、どうですか？ネイビーに一応サーモンピンクみたいな色なんですけど、いい感じじゃない？いい感じじゃない？いいね、 T シャツいい感じです、よかった。そしてフーディー見ていきましょう。フーディーは今回グレーとブラックの2色展開ということで、T シャツよりもね、ちょっとね、費用かかってて高くなっちゃうんで、攻めたカラーリングは一旦今回はなしということで、よいしょ。じゃあまずブラック見る、まず見るね、見せる前に。良いね。あ、かなりいい。あ、いいね、バックもいいんじゃない？あ、かっこいいんじゃないの。どうよ、
めちゃくちゃ良くない？すげえ綺麗にプリントいってるよね。めっちゃかっこいいやん。胸元この、あ、いいね。いや、パーカーもね、ちょっとボディこだわったんで、かなり肉厚で、シルエットもいい感じ、フードもちゃんと立つってやつで。あーもう理想っていうかね、想像通りの仕上がり。あーもう、楽しいね。正直めちゃくちゃ不安だったのよ、このサンプル出るまで。もうね、このブランド制作、ほんと全部一から自分でやってるから、今まで想像もしなかったような過程がさ、どんどん生まれてきて、その都度問題とかも発生してきて、不安なポイントがめちゃくちゃ出てくんのよ。グレーも、いいっすね。でも完璧。よかった。完璧です。俺が一番好きなグレーの色味。で、プリントは青。これもかっこよくない？渋いよね。で、胸元、こんな感じ。いいね。いやー、とりあえず、いいです。ほぼほぼ 99% OK。 でそのロゴのサイズとかもさ測って、で位置もさ、首のリブから何センチ開けて、横何センチ開けてっていうのも全部、いろんな服を実際測ってみて、自分が好きな位置っていうのを決めてね、そういう指示書を作って送ったんですけど、いい感じっすね。ちょっとブラック着てみようかな。はい、実際に着てみるとこんな感じでございます。175cm、XL サイズですね。せっかくだから T シャツも1枚着てみようかな。はい、俺がよく春にやるね、ロンティーの上から着用するコーデでやってみましたけど、どうですか？これも XL っすね。グッドやね。で、これね、実はサンプル。これで完全版じゃなくて、このプリントにプラスして今回はタグも付けるっていうデザインで進めていこうと思ってるんでね。で、これにはまだ付いてないんで、そのタグ付けるっていう工程を今から、やりたいと思います。というわけで、タグを。俺がつけていきます。まあなんか何事も経験ということでね。今ミシン教えてもらったんで、合ってんのかな。あー、よし、いいでしょう。もう何事も経験。いきまーす。縫いまーす。あーっす、あぶねー。あ、早い早い。で、助けてください。これはどういう状態ですか？これは、あ、引っ張っていいのか。え、いいんじゃない、いいんじゃないですか。よくできてません？どうですか。いや、いいと思います。いいですよね。じゃあ反対もやります。もう一回、あー、くっくり、怖いね。俺かかと踏んでるからか。早いって。おお、いけました。こんな感じです。お、いいですね。というわけでタグ付け体験でした。で、出来上がったものがこれですね。こっちになります。首こんな感じで、で、裾タグがね、ここにこうやって入ってます。というわけで、今日はサンプルこんな感じでチェックし終わったんですけど、もうほぼ 99.9% 良かったんで、このまま量産してもらおうと思います。で、今がね、12時55分なんですけど、俺は1時半に出なきゃいけないんで、まあ、そろそろ駅に戻りたいと思います。では。はい、ということで、なんか暗いね。はい、戻りました。というわけで帰ってきました。現在時刻がですね、5時27分ということで、まあ学校ね、その卒業制作の展示会の受付の係が30分刻みで回ってきて、その予定が2時半からあったんで行ってきたんですけど、まあ特に面白いこともなかったんでね、そこは取らずに。で、あー、腰打った。で、ね、どうしてもね、食べたくて、帰りに蒙古タンメンをね、食べてまいりました。これですね。なんか今日の北極はね、なんだろうな、唐辛子よりも味噌が強くて食べやすかったですね。で、帰宅して今っていう感じです。ちょっとね、髪の毛が風でめちゃくちゃ煽られて、すごい目がね、気持ち悪いんで、一旦お風呂に入って、まあ外からも帰ってきたし、今日はもう出る予定がないので、リラックスモードに入りたいと思います。それでは風呂行きましょう。はい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 、はい、風呂入ってそのままね、今日マジで眠い。風呂入ってそのまま家族とご飯食べて、なんかぐーたらしていたら、時間がなんかあっという間に過ぎちゃってしまいまして、22時半になってしまいました。で、俺明日から友達とね、スノボ1泊2日行ってくるんですよ。まあ3月末で学生が終わっちゃうんでね、パッと遊べる時はこのタイミングしかないということで、今月来月は結構遊ぶ予定をパンパンに詰めてるんですけど、それでツアーで行くんでね、6時半とか、7時ぐらいやったっけな、そんぐらいに新宿から出るバスに乗んなきゃいけなくて、朝ね、4時半とかに起きなきゃいけないんですよ。今寝ても6時間しか寝れないのかな。そうだよね。なのにまだ明日のスノボの準備を一切してないと。やばいね。というわけで今からそれをしたいと思います。まずはスノボのグッズですね。グッズってか、スノボ系のもの、これを確認しましょう。
スノボの下に着るあったかいやつ。これなんだ、ニットキャップか。こういうもんです。あんま似合わない、ね、あったかい靴下。これあのね、俺のおじさんがね、スノボすごいやる人でね、譲ってもらいました。で、遥か昔に買ってたこういうの、一応持ってこうね、なんかおもろいから持ってくわ。で、グローブで、これ購入品紹介でも紹介しました、バートンの元っていうね、まあ初心者用、入門用の、スノボブーツですね。バートンのロゴ入ってます、かっこいい。やっとこれを下ろす日が来た。いやー、買ってからね2ヶ月ぐらいしてますけど、これでやっと初滑りだね。まあちょっと慣らしてから行った方がいいかなとかも思うんだけど、まあとりあえずこのまま持ってきます。楽しみ。正直ね、朝起きるのがめんどくさいっていうのと、今バチバチに眠くてちょっと行きたくないなとか思ってるんだけど、なんか旅行の前ってさ、そういう風になるじゃん、ちょっと行きたくなくなるじゃん。でも結局当日起きちゃって友達と集合したら楽しいんですよ。はい、スノボ系のグッズ OK で、2日分のヒートテック、まあ着替え系ですね。友達がね、なんかお母さんみたいでね、すごい仕切ってくれて、持ってくるもんとかも LINE でまとめて送ってくれてるんで、それ見ながらやります。あ、俺ニット帽どこ置いたっけな。ありました、19のやつとカーハートのがあります。まあ青いしカーハートでいこうかな。こうですよ、いいね。まあでも一応ね 2days 今回滑るんで、替えの靴下もあった方がいい。そう、あの視聴者の子は結構靴下をくれるんですけどね、結構長くて分厚いものくれて、これがスノボにちょうどいいんで、これ持ってきます。ほんで今回はね、まああの一泊するっちゅうことで、夜スマブラ大会を開催するんで、プロコンを持っていきます。2日目の私服いるな。あ、服はなるべく少なく軽く、そしてスノボは楽なものをということでね、あの夜のパジャマとかも兼用することを兼ねて、俺が持っているスウェットパンツを2着持っていくことにします。 R のスウェットパンツとアパシーのスウェットパンツ、これ持ってきます。で、パジャマ兼インナー用に前ヘアのロンティーを持ってきます。夜なんかまあね、多分お酒とかも飲むと思うんで、早く汚れちゃうと思うんで、まあ前ヘアが汚れていいってわけじゃないけど、ブランドの高い洋服よりはね安価なんで、これにしたいと思います。リラックスできるしね。で、パーカーは持ってっちゃうとかさばるんで、まあこの1回休みの俺が作ったこのパーカーをそのまま明日も着て、明後日も着ようかな。インナー着てるし汚れるもんじゃないし、ね、ラストはパンティー、どんだけ濡れてもいいように3着持っていきます。こんなもんかな、バッグに詰めましょう。よいしょ。これは明日の着替えです。いや、 やっぱね、サンプルとはいえね、自分が本気で作ったブランドのねパーカーは友達に自慢したいんで、そういう意味も込めてこれ着ていきます。いや、ちょっと改めていいよね、我ながら言うけど。はい、終わりました。意外とすんなり終わりました。あー、今日財布の中に500円玉がすごい溜まってることに気づいたんで、貯金箱に入れていきますと思ったら、札とかが入ってない時にチャージにいっぱい使っちゃったんで1枚しかありませんでした。はい、 OK、 多分今10万ぐらい溜まってると思います。素晴らしいね。というわけで準備が終わって、現在時刻が10時47分。まあ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 、電車がね5時過ぎとかなんで、4時半、最悪4時40分、4時20分もかけとこう。一応朝はえー、コンタクトテイクオフ。え、目いった、何、いやー、まあ、遊ぶときはしっかり遊ぶ。ていうか、もう学生最後の春休みなんで、正直今回は自分にめちゃくちゃ甘いです。遊びの時間をすっごい作ってます。許して。みんなもあの学生のうちにめちゃくちゃ遊んどいた方がいいと思います。ベッド行きましょうか。眠すぎる。マジで起きれるか心配。でも最近さ、アラームかけてるんだけど、ネットフリックス見ながら寝落ちしちゃってて、アラームが機能しないように、iPhone が鳴っちゃってる時が多いわけで、遅刻してると思うじゃん、遅刻してるんだよねって話かと思うじゃん、違うんだよ。なんかね、バッと目覚めてね、間に合う時間に起きれてるのよ。だから多分今日も大丈夫。というわけで、結構今日の密着長かったような気もしますけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。すごい日だったね。卒業制作の展示の準備して、ブランドのサンプル確認して、タグ自分でつけて、で学校戻って受付して、蒙古タンメン食って帰ってきて、飯食って事務作業してダラダラして、明日の準備して寝るっていうのは、結構忙しい、いい日でした。やっぱこういう日があるとね、疲れるけど、なんか充実してね、俺やったなー、得したなーって気持ちになるんで好きですね。めちゃくちゃバングルしてた。
というわけでご視聴ありがとうございました。こういうね Vlog 系ゆるい動画好きな方、他にもまだまだ動画ありますんで、ぜひとも登録してみてくれると嬉しいと思います。そして Instagram の方でもね精力的に活動しておりますんで、ぜひともフォローして絡んでくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみ。もう俺はもう1秒でも早く寝るんだ今日は。じゃないと明日バスで吐いちゃうからね。